体には治るる能力がある指先をちょっと切ったぐらいの傷で病院へ行く人はいないと思います絆創膏で傷口をきれいに覆うただそれだけで45日も過ぎれば傷まないぐらいには治っています絆創膏の代わりに粉末状の薬剤を傷口に吹きかけ乾燥させるタイプのものが売っていますが傷口は乾燥させると かえって治りが遅くなる皮膚はごく自然な湿り気があった方が傷の治りを良くします傷ついた時でなくても肌の機能が一番よく働く一定レベルの湿度というものがあるのです偉人という名のうがい薬があります病気の時に使うのであってそうでない時にうがいするならばただの水の方が良いと ある医科大学の教授に教えていただいたことがあります。原始時代にはこのようなうがい薬は存在しません。普通の真水ならば太古の昔から普遍的に存在します。付着したウイルスや細菌の除去が目的ならば真水、ま、でうがいしても効果はちゃんとあるししかも安全です。その教授は続けて病気の時にうがい薬を使ったとしても 喉の表面は消毒できるが、感染して体中に運ばれたウイルスや細菌にまで薬が届くわけじゃないという。うがい薬の効果は、あくまで喉の表面に減却しているというのです。もともと、私たち人間が500万年、哺乳類としてならば2億年に遡る進化の過程で獲得してきた能力として、自然治癒力というものがあります。 これがないと大変です。生きている間に時々経験する病気や体の損傷が自然な方法で治らないとしたら人類は今日まで続いていませんところが科学文明の進んだ現代に生きていると病気に対する考え方も変わってきます最新の治療法が一番優れているとかいっぱい治療すればよく治るとか考えてしまいがちです テレビのニュースキャスターががんで闘病の末亡くなったという報道を耳にしましたがんが再発するたびに手術と化学療法が行われたといいますがん部を切り取ってそして最強の薬を用いそれでも助からなかったということです手術療法について専門の医師たちに意見を伺うと今は小さく切れるものは なるだけ小さく切るという方向に向いているようです。ガンの温存療法や内視鏡手術などがそうですね。これは、手術によってできる傷口が小さいほど、患者さんの体力的負担が少なくて済み、予後がよいとか、あるいは、拡大手術によるリンパ節切除のメリットが小さいという考え方が定着してきたからではないでしょうか。反対に、 派手,な手術作用の強い薬を使い続ければデメリットも大きいこれまでに出会った末期がんの方たちに伺うと過去に受けた治療を振り返ってみるとその時は確かに病変も小さくなったけれど命も小さくなったと感じている人ばかりです誤解していただいては困りますが私は現代医療を批判しているのでも 科学技術不要論者でもありませんただ体のことについては自分自身の中にある治る能力以上のものは元から持ち合わせがなく治す技術が治る能力を超えて独立して存在するのではないのですつまり治る能力の強力なしに治癒はありえないということですこの治る能力はただひたすら黙って仕事をしますから ほとんど自分では気がつくことがありません。例えば風邪をひいたとしましょう。医者にも行かず、家で布団をかぶり、暖かくしてじっと寝ているだけで、治療らしいことは何もしなくても、数日もすれば、ほとんどの方は治ってしまいます。このとき、私の体の中にある治る能力を使いましたと思っている人がいるでしょうか。 健康であることは当たり前と私たちは考えてしまいますが、この治る能力の絶大なる支援のおかげで、私たちの健康があることを忘れてはなりません。